皆さんごきげんよう、拓也です。拓也と実況できる機会がなくなるから悲しいマリサだぜ。ということで、いよいよ最終回。この二人で挨拶することもなくなるのか。あなた途中から参戦してきたけどね。なんかこう心に来るものがあるな。私感動してるぜ。それじゃそろそろ戦いに行きますかね。あなたの相棒に会いに行くわよ。はいはい。もう少し余韻に浸らせてくれても。余韻なら倒した後に浸りなさい。クールだな、さすがメイド。それじゃ本当に行くわね。やっとここまで来たぜ。あなたは霊夢、あなたが侵入者だったの？ちょっと、人を侵入者呼ばわりとは失礼ね。巫女は何をしても許されるからしょうがないぜ。元はといえばあんたたちのせいなのよ。私は関係ないぜ。どういうことかしら。あんたたちが幻想郷のコピーを作ったせいで現実の幻想郷に影響が出ているのよ。白霊神社も、ここにコピーが作られたせいで異変が起きているわ。せっかく私が作った結界もあなたたちのせいで台無しよ。だからってこの世界を消し去ろうとするなんて。お嬢様はもともと遊び終わったらこの世界を元に戻す予定だったの。ちょっと事情があってうまくいってないけど。ほら見なさい、あんたたちに任せておくとこれだから。お嬢様もこの事態は本望ではないはずよ。もう少し待ってもらえるかしら。こいつはそういうの待たない性格だからな。問答無用で来るぜ。すぐに原因を突き止めて世界を元に戻すわ。ダメね、この世界は今すぐ崩壊するわ。そしてレミリアは一発ぶん殴って反省させるわ。話して解決できそうにないわね。いいわ、力ずくで止めてあげるわ。ということで力ずくと宣言したので本気で行きますよ。と言っても普段と変わらないけどな。いや、今回 TP と MP 回復アイテムガンガン使うわよ。予想以上に本気だった。ということで永久冷凍にこす。あんたもうチーターだよ。と言ってもすぐに TP 回復しちゃうともったいないから、まずは TP を空にしてから MP を空にして回復するわよ。もうその解説だけで霊夢の HP 4分の3ぐらいになってますけど。大丈夫よ、もうすぐ2分の1だから。わぁ、ほんとだ。それじゃそろそろ TP も MP も切れてきました。回復使いますか。戦い始めてから使うまでの時間が短いなぁ。と今の攻撃を無敵時間で乗り切ったせいでフレーズしまくって TP が回復しちゃったわね。こいつなんてゴミ押しだけで霊夢の HP ギリギリにまで追いやってるの。くっ、やるわね。やったか。あなたは勝ってて言ってるでしょ。どうしても私を止めたいようね。なら本気で相手してあげるわ。霊夢、あなたどうしてもこの世界を破壊するつもりかしら。当たり前よ、私を止めようとしても無駄よ。なら私も本気を出すわ。あら、とっくに本気だったものと思ったけど。甘いわね、これからが本番よ。ということでバトル演出つけてやったぜ。練習お疲れ様です。それでこっちも本気で戦うとしますかね。もうアイテム使って MP 回復しやがった。 TP も回復していきますよ。お札でブレイズして回復しろよ。それじゃあとはずっと私の時間よ。ずっと時間止めて投げ続けるのかよ。画面が重たくなるまでやり続けるわよ。一応離れとけよ。ということで投げ終わったわ。あとは純粋に投げまくるだけだな。でもなかなか距離取れないから攻撃当てるの難しいのよ。こういう攻撃の時に無敵時間使って一気にブレイズしないとな。ということで TP 使って2回ぐらい投げましたね。これで HP 半分いくな。そして次の攻撃、霊夢はずっと止まってるからゴリ押しでいくわよ。お前、残り HP 4分の1だぞ。あと1、2回で倒せるかしら。まだあと6回ぐらいだろ。このくらいならすぐに削り切れるわね。ほんとバケモンだよお前。一応特にウシント能力は持っているので。そういう時だけちゃんとした闘神になるのやめてくれ。ということで次で終わりね。それで終わりよ。かっこつけやがってこいつ。そんな、主人公は最後に勝つんだぜ。またフランみたいに弾頭するみたいになってるぜ。さすが。やるわね、あなた。この世界では力を封じられているはず。どうしてここまでやれるの。こんなんは人を成長させる。私はお嬢様が作ったこの空間で成長したのよ、霊夢。あなた以上にね。こっから先は立ち絵多すぎて面倒だから立ち絵出すのは諦めたぜ。お嬢様、私の方見ていなさいよ。それに、あれ？ニトリが、二人？こいつは私ではない、私の格好をした偽物さ。そう、あなたはフランね、妹様？まさか、あはは、バレちゃったか。と言っ
ても2回目。急に理性取り戻すな。昨夜ったら最後まで気づかないなんて間抜けすぎるよ。妹様、どうしてニトリのふりなんか。あなたたちのせいよ。また自分たちだけで楽しんで、いつもいつも私をのけ者にして。お姉様もとても昨夜の大嫌い。それは違うぞ、フランドール。どういうこと？この世界ルナナイツはレミリアがお前のために作った仮想現実なんだ。わ、私の。ダメ、黙っていてごめんなさいね、フラン。どういうことですか、お嬢様。フラン、あなたは力が強すぎる。コーマ間に閉じ込めておくと、全力で遊べないでしょ。だからパチェと協力して、あなたが全力で遊べる幻想郷そっくりの空間を作ったの。それがこのルナナイツだ。ちなみに私はパチェリーから協力依頼を受けて、ルナナイツの設計をした。まさかフランドールが私のふりをしてこの世界に入ってくるとは思わなかったけどな。そういうことだったの。ちょっと待ちなさい。あんたたちはそれでいいかもしれないけど、私はどうなるのよ。現実の白霊神社に異変が起きているんだけど。あんたには迷惑かけたな。霊的な分野は私の専門外だ。考えてなかったよ。ちょっと。どうしたのかしら。この空間もそろそろ限界か。どういうこと。あんたたちが全力で戦ったせいで、この世界に負担が溜まりすぎたんだ。もともとここは当初の設計にはないイレギュラーな空間だ。構造が脆いんだよ。逃げた方が良さそうね。お嬢様、ニトリも、私はこの世界では能力が封じられてて飛べないんですから。じゃあ私も行ってくるぜ。ちょっと高速直線移動しながら置いてかないでよ。それ滑ってるぞ。ということで白霊神社に初詣して、これに乗るしかないわね。やっと来たか。はいはい、待っててくれてありがとうね。ということで、無事シリーズが完結しました。いやー長かったぜ。パート14だものね。私が来たのっていつからだったっけ。パート7から来てたわよ。じゃあ半分一緒に実況してたわけか。実況し始めて半年以上かかってるからな。やっぱり少し悲しいよな。私なんてパート3から出番ありませんでしたよ。そういえば最終回まで名前出てなかったわね。パチュリー様ですら最後に名前呼ばれたのに。もう十分だろ。帰った。編集面でもだいぶ技術アップしたよな。ちょっとサムネ出すぜ。これはなかなか白と黒とかいい感じでおしゃれだと思うわ。私も結構こいつはお気に入りだぜ。こいつは私が参戦した回だな。色使いすぎな感じがあるけど、ここで初めてサムネに合成モード使ったのよね。で1個前だな。何があったってくらいごっちゃごちゃよ。ゲーム画面がほとんど見えないからな。ということで色々あったルナナイツでした。個人的にはパート8の42秒のところと今回の2分52秒の VS 演出、あれ結構進化していると思うんだぜ。ということでマリオさんの名前回収完了。容赦なくて引き飛ばします。とまあこれでシリーズは終了です。今まで見てくれた方々ありがとうございました。また何か東方芸実況していきたいぜ。東方芸はやっぱり楽しいぜ。私もたくさん実況できて楽しかったわ。とあと1分でエンディングロールが終わるみたいだな。もう1分で終わりか。と言っても最後おまけついてるからもう少しだけ時間あるぜ。実はハードモードっていう HP1 しかないモードがあるんだけど、それは嫌だから内緒にしておくぜ。また私が実況できる日は来るのでしょうか。さあな。昨夜が主人公のゲームって心当たりないからな。マイクラで時間系の企画なら出られるかしら。わかんないけど期待はしないでくれよな。はいはい。まあ中の人がフラン好きだから登場はしそうだけどね。とあと数秒で終わっちまうぜ。ということで1年間実況お疲れ様でした。しばらくはお嬢様の元で静かに生活できそうね。たまに忘れ出すからな。よろしくお願いします。ショップにボスラッシュが追加されました。というわけでおまけパート開始。前に買っておいたショップチケットからボスラッシュに行けるぜ。はいはい、お呼びですか。ボスラッシュお願いします。ここでボスラッシュやるのか。それじゃ始めますか。やあやあ人間、調子はどうだい。あら、ニトリ。あなたはどっち？妹様？
本物の緑ちゃんです。あら、失礼したわね。それにしてもここは何？やけにたくさん機械が並んでいるけど。ここは仮想現実ルームさ。仮想現実？ルナナイツの構造を元に作ったバーチャル空間さ。すっげえなカッパの科学力は。何を言っているのかさっぱりだわ。この仮想現実を使えば、人間。あんたがこれまで戦ってきた相手とボスラッシュを楽しむことができる。ボスラッシュ？現実ではないが、現実そっくりの臨場感だぞ。なんだかよくわからないけど、楽しそうね。だろ？早速体験してみるといい。そこのブースに入ればスタートさ。ということでボスラッシュやりますか。仮初めの悪空間ってかっこいいな。それじゃガチデータ持ってくるわね。え？ということでレベルをご覧ください。99レベルだな。それ私のセーブデータじゃないか。さあやっていくわよ。まあ別にいいけどさ。あ、アイテム使ってもいいからな。言われなくても使うわよ。ひっどいやつだぜ。なんだアイテムの数少ないわね。タイムアタックに使ってるからな。それじゃ今度こそスタートするわね。まずメイリン戦はサウザンドナイツから通常攻撃1回。さてと私の出番か。マリサ戦は空中でサウザンド撃ってその後反転サウザンドで KO。 お前主人公を4秒で倒すな。その後忘れずに MP 回復と。パチュリー様は時間停止で1サウザンド通常1サウザンドで KO。 一番最小時間停止でやることによってパチュリー様が動き出す前に倒せるわよ。誰得情報。ちなみにレベル99でギリギリ撃破だからたまにできないことがあるわ。次はレムリアだけど。お嬢様と妹様はまだパターン組んでいないのよね。でもマックス状態の TP を全部サウザンドに費やしたらぴったり倒せるのよね。ほとんど組んでるじゃねえか。今回は TP がマックスじゃないから通常で1回ぐらいかしらね。12秒ドット。次はニトリ戦ね。ニトリはタイミングがずれると攻撃を1回食らって少しタイムロスになるわ。ということで時間停止サウザンド1回通常1回は2回から反転で1回で倒せるわよ。あ、ここで反転できてないからここもうちょっと短縮できるわね。本来はここで倒れるはずだけど今回は数秒オーバーね。まあこれが TA の最高構築ってわけじゃないからあれだけどな。次は妹様ね。妹様は最初らへん当てづらくなるから最初に一気に時間止めて仕掛けるわよ。こっちに来たら離れて TP を回復してそのまま反転サウザンドをたくさん打ち込むわよ。フラン戦はまだパターン組んでないから最適なやつを早く見つけたいぜ。ここも今回手こずったわね。やっぱりニトリと妹様は戦うの苦手なのよね。ということでさっきも倒した霊夢だが。時間停止サウザンド1回からゴリ押し。ここもパターン組んでないんだよな。ここからは霊夢の攻撃によって変わるから今回はすぐに反転サウザンドを打ち込むわよ。ということで第一形態終了。MP 回復しつつすぐに左に行って時間停止サウザンドを打ち込むわよ。ということで第2形態は、お札が出てくるとそっちにサウザンドが行っちゃうからまずはお札が出てくる前に一気に使うわよ。ここからゴリ押し。霊夢戦はなかなかいいタイム出せたんじゃないかしら。ということでタイムは2分 45.36 秒。しかも記録更新してるわね。あ、ちなみにこの記録はレベル99だから出せるんじゃなくて、レベル99とダイヤモンドを1000個以上集めてるおかげで攻撃力が上がってるのよね。ははは。暇な時に極めてるからボスラッシュ時の報酬で気がついたら。ということでこれで本当のお別れだな。今まで実況ありがとね。ということでご視聴ありがとうございました。また次回。次のシリーズもお楽しみに。追い確定してないぞ。それじゃこれからも、ゆっくりしていってね。